これ何してるんですか？こちらルアーペイントやってます。でよかったらこちら。やりたい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 よ。やりたいよ。乗り越えて座ってください。やりたいよ。とルアーが一応3種類用意してまして、はい。わあ、これみんなでちょっと釣り行こう。これ持って。しかも実際に売られてるルアーです。で、SK ポップタイニーフライ38-38スカットミノーの SP。バスペンド6号の SP です。これがいい。これがいい。ちなみに1個ずつしかダメなんですか？1個ずつなんですよ。ただちなみにやっぱ一番これが人気ある。これもこれいいな。こういうのは見てもらって、でこれがまあスタッフとかが作ったサンプルになるんですよ。わあ、すげえ。今水色取って。もう分かった。何作るか分かったぞ。あ、これとかなんか血とか書いてある。わあ、本当だ。サメやサメ。いや、悩むな。悩むこれ。え、これナスビやん、ナスビ。これまずピンクで全部塗ろう。何にしようかな。悩む。ティッシュとかでシュ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 ってしたらぼかしたようになるでしょう。どうしようかな。黄色立ってどうしよう。これ全然思い浮かばない。楽しい。あ、そっか。っていうか黒がさ一番最後がいいよね。そうそうね、多分黒が一番最後がいいですね。黒が最後がいいっす。知っとる。ダッサいな俺の。あ、俺のダッサいな。ダッサいのできた。ダッサいな。ベースはピンクだな。やばい、無言でやってしまう。あ、マジで。やばい、なんか喋んなきゃ。こんな体験できるんだ、フィッシングショー。すげえね。これは楽しいわ。来た。わ、こんな体験できるんだフィッシングショー。楽しい。こんな体験できるんだフィッシングショー。ユータ。耳が痛い。ピンク。これめっちゃ綺麗くないですか、徳ちゃん。いいじゃん。俺の見て。それ失敗。失敗。釣りを描くイメージ。釣りを描くイメージしたけど大失敗。見て、こばす。あ、上手。こばすこばす。上手。これ楽しいね。楽しいですね。これは子供たち並ぶよ。ね、子供たちみんなやってたね。ね。目を。ちょんつんつんつん。目ん玉つんつん。そう。目ん玉。玉つんつん。あ、これだけで全然なんかマシになった。すごいですね。つんつん。つんつん。はい、や今日はこれで終わりだ。終わりだ。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ささっと見るよ。メンタマークで、はい、旗のが、はい、旗のがブラックコバス。コバスカラーね。はい、君は君赤ね。赤オレンジね。春に効くね。そう、僕はピンクにお腹に釣りをかって書いてます。徳ちゃんは見して。俺のはもうがっつりまだ途中ピンク。あ、でも、あ、え、これなんかジャッコリって書いてあるよ。いや、ワイジローって書いてある。ヨジローって書いてある。はい、ピンクね。はい、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。フィッシングレポートでした。はい、ありがとうございました。楽しい。さようなら。ありがとうございます。ジャッカルの打ち上げに来ました。来ました。あ、小野さん。小野さんだ。あのカメラ回していいって社長さんが言ったんで。カメラ回して大丈夫ですか。メーカーの打ち上げに潜入。メーカーの打ち上げに潜入を小野さんから許可いただいたんで。はい、こっそりと撮ってください。ありがとうございます。聞かれちゃいけないような話をしれっと撮って、はい、リークしましょうか。じゃあ俺小野さんの隣に。気をつけろ。危ないな。俺だけですから。なんか一応ちょっとやばいっす。すごいお席に座りました。5代目の姉子も。5代目の姉子。なんかすごい。そっか、九州やもんね。九州マジっすか。5代目の姉子。5代目の姉子。言い方最高や。ちょっといただきかな。そうですね。
とこにいていいのかしら。カメラ回していいのかしら。ここにいるのは釣りがめっちゃくちゃうまい人か、仕事を一生懸命頑張る人か、YouTuber か。YouTuber、はい、YouTuber みたいな。ここにカメラ置いてくるって回したら。戻ってきた。中華街で流行るんじゃない。初陸石具賞、はい、どうだった。いや楽しかったです。た、はい、どんなのがいいと思った。どんなの。ジャカルブースっていうか、まあ、じゃなくて全体的にこんなのが面白かったのか。いや、すごいでかいイケスが、イケスっていうか釣り堀みたいな。ああ、ニジマスの釣り堀かな。あ、ニジマスなんですか。あれニジマスだよね。ニジマスで食べれるらしい。いいですよね。あれすごいな。見てまいりました。可愛い女の子を探しました。ちなみにどこのメーカーさん。どこやね。偉いね。もうやって上がってるよ。こうやって上に上がってくるやつね。でも本当文ちゃんすごい可愛いなって。高めからおしゃぎ疲れてるから疲れてる。目かすんでるみたいな。もうさ、俺疲れてるんですか。最近ちょっと俺心配してたから。可愛いなって。お疲れ様です。ちぎりをかわす。大喜利大喜利。姉さん、あ、お姉さん、はい、すいませんですね、気ぃ使うんで。すいません。皆さんお疲れ様でした。ジャッカルのますますの繁栄と皆さんのご活躍を祈願していきますよ。大きい声でよろしくお願いします。乾杯。スイッチ入ったぞ、社員みんな。飲みモード入ったぞ。なんかちょっとみんなのネジ巻きすぎたから。結構いいですと、なんか急に盛り上がっちゃうから。またここ怒られちゃうかもしれない。さっきまでシーンってしてたのに。うおぉ。お疲れ様です。ありがとうございました。いろいろね、はい、今年からジャッカルはフラスタックになってます。前もって言うんだけど、はい、一回キャスティング教えてもらうといいよ。ああ、ぜひ教えてください。神谷崎運上さん。めっちゃまた、ぜひ。わあ、お疲れ様です。また明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。また、はい、よろしくお願いします。小野さんに呼ばれたら怖そうだ。いや、話しやのに。俺、怖くないよ。いやいやいや、いい話しやのに、わざと。話もちょっといい。どういう感じ。なに、なに。俺なんかやったみたいな。状態でめちゃくちゃやっぱジャッカルやばいっすね。
釣り岡押されてる、ね、今日から師匠になった5代目の姉貴5代目姉子あ、ごめん、急にもうスイーツに入っちゃった姉子が女子力見せたやっぱ甘いものってていうか、そういう辛いのとか食べないし、いやさっきまでスプーン使いようさなかったわ手で食いよって言って見て、見てこの量食いすぎやろ食いすぎやというわけで、ジャッカルの打ち上げでしためちゃめちゃ楽しい楽しかったはい、はいありがとうございました動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。